です。やりました。 J2 第34節ホームでの岩手グルージャ盛岡戦、4対1の勝利ということで、勝ち点3に乾杯したいと思います。それでは皆さん、ご賞味ください。乾杯。待ってました。それでは僕なりに試合の方を振り返ってまいりたいと思います。結果的には4対1の快勝でした。さらには山形らしいサッカーを90分間通してやり続けてくれたと思います。ゲームの入り方も非常に良かった。ただ開始早々に失点したあのコーナーキックが気になりましたね。やはり今季ですね、ゾーンでコーナーキックを守っているわけなんですけれども、同じようなシーンでの失点が多いように思います。さらにはクリスチアーノ選手が山崎選手、野田選手の前を完璧に横切ってヘディングシュートを決めていくわけなんですけれども、やはりゾーンで守っている以上、相手選手よりも先にボールに触れなければいけない。もちろんね、いろんな状況で厳しさはあるんでしょうけど、なぜ先に、相手より先にボールに触れられなかったのか、さらには相手に体をぶつけることができなかったのか、ここが非常に悔やまれるポイントだと思いました。あえて出だしはちょっとマイナスなポイントを話させていただくんですけれども、今季はやはりゾーンで守るコーナーキックが裏目に、そのシステムが裏目に出てしまう瞬間が、シーンというのが非常に多いような気がします。まあでも、まああと9試合というところで、ここで大きくマンツーマンディフェンスにコーナーキックは変えるとか、そういうことができるかというとちょっと微妙な時期ではあるんですけれども、相手が上回ったり、いいボールが上がったり、身体能力で叩きつけられたりということはあるにせよ、少しこうゾーンで守るコーナーキックでの失点が多すぎるような気がしました。まあ、正直またかという印象は受けたんですけれども、しっかりそこから立て直してですね、山形らしいサッカーというのを展開することができたのは非常に良かったと思います。では今の山形らしいサッカーというのは何なのかというと、僕の個人的な意見としてはですね、ボールを早く回して相手のディフェンスを回避しながら前線にできるだけ早くボールを前に前にと進めていく、さらには体勢のいい選手にパスを渡して、展開していく、その中で樺山選手やチアゴ選手や小西選手という前に、ボールを運ぶ力がある選手がしっかりと体勢のいい状況でボールを受けて相手陣地へ侵入していくことができていったということが、かなり大きな勝利の要因、得点の道筋になっていたのかと思いました。ただ出だしはですね、非常に岩手グルージャがモンテリオ対策をやはりしてきた。その中で山形が最終ラインとボランチの上下のパスの中で相手を引き出す、さらにはその引き出した後に裏へ展開していくという攻撃を狙っていたんですけれども、岩手グルージャの最終ラインの裏になかなかボールを送り出すことができなかった。岩手が非常にいいディフェンスを序盤から仕掛けてきていた。縦への中距離パスが当てられない、相手の守備の縦幅を超えられない、この時間が序盤少し続いていたのが気になっていたんですね。その中での失点だったので、ちょっとうわーと思ったんですけれども、もちろん相手が11人から10人と1人減った状況で、優位にボールをさらに保持することができていく時間が増えていった。で、数的優位を作って裏へのパスが遅れるようになってきた、縦へのボールが入れられるようになってきた、これが得点につながる一つの要因だったと思います。正直言わせていただくと、山田浩太選手がいないゲームというのはかなり僕にとっては今の山形において不安要素であるんですけれども、その中で今回山田浩太不在の中で4対1という快勝でゲームを収めることができた、これは非常に大きかったと思います。さらにはレレ選手とデラトーレ選手が一緒にポジションに立つシーンを見れた、これはさらなる新たな攻撃の幅というのを感じさせるようなシチュエーションだったと思います。そして樺山選手ですよ、サイドで仕掛けることもできますし、中へカットインしてシュートを狙いに行くこともできる、さらには真ん中中盤の攻撃的な位置に入って、前線にパスを送ることができる、もう非常に安定感が出てきていて、攻撃の大事な柱として存在してくれているように思います。やっとですね、誰々がいなきゃ厳しいかもしれないという状況を残り9節までたどり着く間にですね、怪我や退場やいろんなこと、コロナもありました、いろんなことを経てですね、山形の、選手がたくさんのポジションを、みんなで補いながらも、さらには新たな選手が入ってきながらも試合をこなし続けてきたことによってですね、戦力というのがチーム一丸として底上げできた、これが残り9試合にどれだけ響いてくるか、かなり僕はプレーオフ進出の可能性が高いと思っております。ということで、岡山戦へのリベンジ、
必ず果たしていただきましょう。施設第35節アウェーでの岡山戦ですよ。10日前の岡山へのリベンジ、必ず勝ち点3をもぎ取っていただきましょう。ということで、施設岡山戦の勝ち点3の夜が来ますように願いまして、さらには皆様のご健康とご多幸を願いまして、それではご唱和ください。乾杯。絶対に J1 へ行きましょう。